はい、あと先ほどあの堀内選手が、銀太郎選手 の、 あの会見での殺しに行く気持ちが混ざってるという話の質問の中で、スポーツと格闘技をスポーツと捉えるか、喧嘩に捉えるかっていう、差があるんだと思うと、堀内選手はそういう殺す気持ちっていうのはないっていう話をしまして、で、銀太郎選手は格闘技っていうものに関しては、スポーツとして捉えてるのか、喧嘩として捉えてるのかっていう話になると、どちらになりますか？最近はちょっと格闘技と捉えてたんですけど、まあ、それだと自分は良さが出ないんだっていうのがあって、まあ感情的にならないといけないところがあると自分で思ってるんで、まあ喧嘩だと思ってます。それは最近の連敗を持ってちょっと、そうですね、はい、ありがとうございます、はい。